たどり着きたくない。
京都大学のアカペラサークルを、卒業した OB バンドでございましてですね、はい、今1曲目聴いてもらったような、2曲目聴いてもらったような、結構ねうるさいねガツガツしたね曲をね歌ってるんですけどもね、はい、だから聴いた後の耳がキーンってなってくれたら、まあよし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 感じですかね。アカペラでなかなかそうなることなかなかない、なかなかね、それをやれるバンドになれたらと思っております。3年経っても声を追っていく元気に頑張っております、はい、いやいやいや、はい、今回はですね、はい、まあリバースですか、リバースですか、リバース復活祭、そうですということで、はい、まあ、僕たち3年前に活動をして、まあ、まあちょこちょこね結構いろんなところで歌わせてはもらっていて、はい、まあ、東京でも何度か歌わせてもらってるんですけども、今日は普段歌ってないような曲だったり、実はなんと復活祭に僕たち新曲を持ってきましたよね、まさかの今日初公開の歌を、この復活祭にかける意気込みをね、これで知っていただきたいと思うので、ね、そんな曲も用意しておりますので、はい、ぜひぜひお楽しみください、はい、じゃあ続いての曲紹介を、はい、おつさんお願いします。さっきもね、ごはんさんの時出てらっしゃいました、ね、あ、そう、僕でした、はい、一瞬トランペットやった、あれね、スタダストレビューさんの、はい、夢伝説で合ってるよね、はい、はい、頑張ります。Thank you.
あ、今の曲がね、僕たちボスの持つ曲の中で唯一のバラード曲で、まあ、この後バラードありませんので、まあ、あと盛り上がる一方なんで、あの安心して盛り上がっていただければいいかなと思います。まあ、あとこんな感じなんで、もう今ここで今からこんな感じなんで、一緒についてきてくれたらな。もう一回やってもらっていいですか、今。あ、今ここなんで、今からこんな感じなんで、あと一緒にこうなってくれたらいいなと思いますけどもね。はい、そういえばですね、なんか関西で、まあ、今回京都大学 OB 僕らで、あと神戸大学の OB の、はい、あのスピーディーワンダーってね、あのナナナデラウェイ、ナナナデラウェイ言ってた、ナナナデラウェイ、ノノノデラウェイって言ってたバンドなんですけども、あそこ結構仲良しというか、なんか現役の時にね、ライブで結構共演したりして、僕らのラストライブにもね、その2つバンド、後輩バンド呼んだんですけど、ベイビーベイビーズブレスとスピーディーワンダ、そうスピーディーワンダ出てくれてですね、そうなかなか縁を感じているわけですけどもね。一時期なんか3ヶ月連続とかで共演してました、ね、ポンポンポン、そうですそうです、本当、ね、兄弟みたいな ね、そう兄弟、それがもう3年前ですか。なんで、そうですよ、あれなんですよ、僕らその現役で1年しか活動してなくてですね、11ヶ月、はい、そうそうそう、うん、でその後結構ちょこちょこあのライブ誘ってもらって歌ってるんですけども、はい、1年しか活動してないんで曲数がね全然なくてですね、うん、それで、うん、そう3年間同じ曲をずっと歌ってて、そろ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 なんか毎回楽しいんだけど、でもなんか新しいことしたいねっていうので、ちょっと今回あの新曲を実は解散した、みんなおかしな話なんですよ、おかしな話ですよ、解散したバンドで新曲っておかしな話は重々承知なんですけど、ちょっとあの用意したんで聞いていただきたいなと思います。はい、じゃあ木織さん、はい、聞いてください、夢見る少女じゃいられない。Bye.
り。いや今日の紹介っぽい。バンバンバンの時のさ、もうバンバンバン。何も言ってないですもん。全部照明さ。もうありがとうございます。センスがすごい。センスがすごい。じゃプロですから。プロです。すごい。ほとばしってます。ほとばしる情熱が。情熱がすごかった。情熱って。いやいやまあでも僕たち昨日夜まで練習したし。そう。今日今回前乗りしてね。そう。もう今ね住んでるところね関東関西で分かれてる中三三でそうそう三三で関西関東分そうですよ遠距離バンドですからわお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 遠距離バンドですって言ってますよね言ってますよねなんかさいやいやはい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 私の扱いバレるであれですよねあの何でしたっけあここで話すことをすっかり忘れました僕はいあ、そう、そうなんですよ。そう、僕たちですね、実は現役の時にですね、はい、ハモネプとかにも出てましたね。ハモネプに。で、はい、今回なんか、あの、あなただけ見つめてるみたいなのを歌えられないなと思ってらっしゃる方もいると思うんですけども、すみません、今回は歌えません。ただ、正しいですね。はい。お、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 もう段取り実はですね僕芸人たちの芸人にですねこの CD をね作りましてですね、はい、こちらの方はですねあのですね、はい、500円で販売してるんですけども8曲入り8曲入り8曲入ってますよ、はい、今日歌ってないやつとかもたくさん値段間違ってますよえいくら800円800円すいません800円です800円でしたもう全部嘘全部嘘1曲100円ってことは iTunes より安いそうですよあ、まあ、ということなんで詳細はですねあの Twitter 僕たちアカウントをですね、はい、作りましてですねてますそう解散した後にね作りましてですね、はい、でそれでボスボスアカペラで出ると思います出ますフォローしていただいて、なんかメッセージ的な、まあもうぜひ気軽に的なので、なんか街中とかちょっと気になったんですけどっていうのを言ってくれたら、あのこちらの方もありますし、僕たちの熱いメッセージも送りますので、そういう感じでお願いします。はい。はい。あとなんか言うことあったんで。なんか今日。もうライブが最後ですみたいなことでいいのか。そう僕たち。私たち鳥で凝った鳥なんですよ。鳥なんですよ。ということは鳥の次の曲 で、ね、最後ということでねいやなんか結構出演者の皆さんもすごい見てきてくださってるんで、うん、もうなんか出演者とかお客さんとかもうみんな一緒に盛り上がれる曲をたまたま次の曲歌うんでたまたま偶然にもぜひ一緒にねこのライブも最後の力を振り絞って盛り上がっていただけたらと思います、はい、一緒に声を出しましょうOne, two, three. いや、知ってる方は知ってるよね、これ。あの、ややなんで。サビも最初からももう声出しちゃってください。はい。ぜひついてください。
しいかい、信じる言葉はないかい、わずかな力が死ぬまの影に痛みのないですよ。